バレーボール、女子バレーボール、銅メダリストたちの記者会見を始めさせていただいて、あとはワイヤレスマイクロフォンをずっと回して、各選手の人を一言ずつインタビューします。昨日、3年半の集大成の日に、選手たちがよく、目標で当たりました。メダルを獲得しました。少しずつ時間が湧いてきまして、本当によく頑張ってくれたというふうに思っています。最高のチーム、選手、スタッフと戦えて、最後に笑って終わることができて、本当に幸せに思っています。もう本当、僕はもうこのチームに携われて本当に幸せだと思ってますし、本当に選手のおかげで僕はこういう立場に入れるし、誘ってくださった監督にもう本当に心から本当に感謝しています。ありがとうございました。早く日本に帰りたいです。テレビで何か応援できました？サッカー。本当にロンドンに来て、こういうオリンピックの感じを体験して、こういうのを東京でやったら、本当にいろんな国の方が日本に来てくれて、もっといいんじゃないかなと思ったので、ぜひ東京でやってもらいたいと思います。その時にならないと分からないです。日本でやるとね、いろんな部分でこう整理できてますし、そういった意味でやっぱり東京に来てほしいな、やってほしいなっていう思いがありますね。そういうオリンピックが東京で開催されることを祈ってます。コーチとしてとかってどうですかね？全くないですね。はい、こちらご覧ください。はい、2020年オリンピックを東京で。